反省会始めます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はなんといっても久しぶりにノールのみんなが帰ってきました。よいしょ、帰ってきたぜ。みんな4週間の間にどんなことをしてきたんですか？どんなこと？ずっと休んでました。そんな違いますよ。夏休み？ずる休みみたく思う。長期休暇じゃん。忙しかったんだよね。大阪と東京行ってました。そうなんです。ツアーで、はい、全国ツアーですね。どうだったの？どうだったの？ノール今全国ツアーをさせていただいていて、うん、初日が大阪、うん、そして次は東京と、うん、回らせていただいて、うん、その前かは7月の末はジャンボリーに、うん、はい、出てましたので。東京と大阪では、うん、ずっと乳首をいじってました。どういうことですか？語弊あるよそれ。なんかね、SNS でちらっと見てたかな。僕たちはずっと乳首をいじって笑わせてました、うん、人を。すいませんでした。悪くないよ、うん、頑張った結果。そうですか。そうです。試行錯誤した結果、まあ脱いでいたっていう。乳首でどんな風に遊ばれていたんでしょうか？まあ、そうですね、洗濯バサミ挟んだり、まあ洗濯バサミ挟んだり、洗濯バサミが挟まってましたね。そうです。まあノールといえば乳首洗濯バサミということで、またねこの反省会でいつか披露できたらなと。載せれるかも。YouTube ダメだよ。載せれるか。クリーンな番組だから。YouTube コンプライアンスだから。YouTube バンされちゃいます。そう、まあ、勘弁していただきたいと思います。じゃあノールの存在価値何なんですか？確かにそうなってきますよね。ねえ、俺らから乳首取ったら何が残るんですか？何も残らないです。他頑張って、はい、ちょっとね、普段一森だけをご覧いただいている方にはもうこんな人たちなのかって思うかもしれないんですが、です、ね、ライブではねまたいろんなパフォーマンスもやっているということで、はい、でまだ札幌での公演が残ってるんですもんね。そん、はい、そのツアーファイナルが9月の17日にですね金本ホールでございますので、うん、ぜひねファイナルをですね北海道で締めくくりたいので、うん、皆さんお待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。ノールの新しい一面ぜひ見に来てください。、はい、さあそして今日の反省会のテーマは、はい、福永持ち込み企画です。あれ、題してあなたはどっち派？どっち派？すごいね、みんな。やってやってやってさあ、これがね東京大阪で持って帰ってきたものです。すごい、はい、伸びしろ感じた。そうなんです、積み重ねっていうことを覚えました。何にも打ち合わせしてないのに、はい、SE ついたもんね今。もう編集いらないですよ、ね、BGM ついた、うん、ありがとう、盛り上げてくれて、はい、そのタイトルの通りあるテーマを出しまして、まあ、例えば、うん、朝ごはんはパン派ご飯派みたいな、うん、分かりやすいタイトルを出して分かれてみんなでディベート議論していきます。おーしゃー、ディベート、はい、ディベート、ディベート、なんだろう、なんかいいジャブ打てる人います？じゃあいいですか。僕アニメとかね、はい、漫画が大好きなんですけども、うんうんうん、なんか今って電子でね、うんうんうん、漫画見れるじゃないですか、うんうんうん、でも僕はどっちかもう先に言っちゃうんですけど、うん、僕は単行本派なんです、はいはいはい、雑誌派なので、はいはいはい、皆さんは電子派か、はいはいはい、まあ単行本とか、いや、漫画、ね、漫画ですね。まあ漫画でも雑誌とかでもいいですよ。紙で読む か携帯で見るか、そうだね、はいはいはい、どっちか、これは分かれますか。じゃあ、はい、まずこっち側が単行本派にしましょう。紙派。こっちが電子派。電子派。じゃあいいですか、分かれますよ。よーい、スタート。あ、いいですか、ここで分かれて。おー、おー、綺麗な3人で分かれましたね。分かれた、すごい。こっち紙派ですよね。紙派ですよ。電子派ですよ。電子派です。あ、じゃあ紙派の。紙派です。紙派っていうか本当はここら辺がいいんですよ、私。あ、でもちょっと気持ち分かる。そうなんですよ。どういうこと、どういうこと。漫画はこっち派。あ、電子。そうだけど
雑誌とか小説とかこっち派。なぜならその漫画ってその揃えたくなった時って相当な量にやっぱなっちゃうから、それをちょっとお家のスペース考えると漫画はこっち派。いやいや、それがいいんですよ。いやいやいや、集めるまでがね漫画なんですよ。結構家にいっぱいあるらしいです。いっぱいあります。もう漫画で溢れてるんですけど、そのなんだろうな、電子だとここで完結しちゃうのがもったいない。漫画は集めてからこそがもう漫画なんですよ。いやいや、でも、うん、いや分かるんですけど、じゃあちなみに小又さんって家でこう読む時ってどうやって読みます？ソファーとか座ります？ソファーに寝てる。あですよね、もう、こんな感じでしょ。衣装、衣装さん泣くぞ。衣装さん泣くぞ。今日これ高い衣装だから。今日高いやつだ。こうでしょ。衣装さん泣くわ。こう腕疲れるんですよ。こうめくってで、なんかちょっと折り目のところでなんか見えない見えないみたいなことがあるんですけど、スマホだったらもうこう上げて、この衣装高いから、今日高い衣装だから。すごいね、レベルアップしてきましたね。これいけるんですよ。で YouTube、 これ反省会 YouTube もみんなこうやって見てます。確かにね。だからその折り目とか、折り目とかもあるからこそ漫画がいいんですよ。あとちょっと気づいちゃったのが、漫画だと見開きのページの良さは電子では見られない。わかる、ね、一連の絵になってるの。そう2ページ。いやいやいや、それもでも電子はちゃんと、これをあなたたち分割してペラッてやってる。違う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 、こう微妙なところでこう止めるんですよ。あ、分かる。引っ張って引っ張って、あ、繋がってる繋がってる。違う、繋がってるじゃん。漫画やるよね。やりません。やるよね。あの漫画だったらこうパンってやった時にドンって出てくるじゃないですか、でも電子だったらこうゆっくり出てくるから、おお。そうそうそう、ぬるぬる紙芝居みたいな感覚で。違う、漫画の興奮と感動は指一本じゃ感じられない。お風呂で見れます？いやいや、漫画は風呂で見るな。確かに今多いですね。お風呂で携帯いじる。だって湯船使ってる間何して時間を過ごすんですか。もう風呂で見るもんじゃないですから漫画は。いやいや、携帯で漫画見てたら、あっという間にね、あっという間に時間も、半身浴もできるしね。そういやということで、まあ電子派も紙派もお互いにいいところがあるということで、ね、ちょっと私たちの中ではね結論がつけられなかったということで、ぜひコメントで皆さんどちらの意見もお待ちしてください。コメント欄で起きちゃうね、論争がね。争ってください、はい、じゃあね、ちょっと私が聞きたい続いてのテーマ言ってもいいですか。続いては、別れた恋人からもらった過去のプレゼント、使う？捨てる？あなたはどっち？あ、これまた難しいね。じゃあこっちが、使う派、こっちが捨てる派でいきましょう。じゃあ用意スタート。難しいな。どっちが捨てる？どっちが捨てる？ペス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 。みんな使う？意外、意外すぎる。めっちゃ意外だ。え、みんな使うの？使いますね。あ、そうなんだ。物に罪はないですよね。そうそうそう、自分が欲しかったものだし。え、わかるわかる。議論ができない。議論にならない。共感しかない。じゃあこれ使ってますっていうのを明かせる人。全然明かせる。なんかパールの誕生日にもらったイヤリング。あ、でもそれ自分で選んだし、自分が欲しいって言って選んだから別に、なんていうの、そこに念がない、なんか思い出もないし別に、物だけ。悲しい、悲しいな。ちなみになんですけど、そのアイテムを身にまとったりとか使った状態でこう、まあ、次の恋人とかと会ったりとか、そういうことはありますか皆さん。まあ、ある可能性は全然ありますね。ありますね。うなずいてますね、ルナさん。はい、え、それこそすっごい可愛い
なんでしょう、ブランド物のネックレスとか、うん、プレゼントしてもらったらやっぱりこう使いたくなるじゃないですか、うんうんうん、それに合わせた可愛い洋服着て、うんうん、好きな人の前に行きますね。あ、それつけるんだったらあのちゃんと言う責任は持ってほしいなと。言うんだ。じゃあ言います言います、言われた、言うの、これ元カノにもらったやつなんだ、もらった、やだ嫌なんだ、まあ、嫌でしょうね、まあ、誠実なのかな、逆に ね、 確かにね、うん、いや嫌なんだったら俺外すって言います。いい、男らしいじゃないですか、うん、嫌なら外すって。いいと思う、いいですね。でそのままバーン捨てるいらねえよその後拾うんですか。で、あれ帰った時に夜2時ぐらいやだそれ逆に男性陣はその女性がそうやって元彼からもらったものを使ってても特に何とも思わない、うんうん、あ、こいつ俺のことまだ好きなんだと思います。あ、それ元彼の…あ、元彼です。元彼です。あなたが元彼になってどうするんだ。でで戻んない戻んない。違うの、そうじゃなくて元彼の目線はね、私たちもう一切気にしてない全然知らないから。そうなんです、次の彼、そう、そう今付き合ってて、うん、あ、今付き合ってる、つけてると。じゃあ元彼からもらったアクセサリーとかを女の子はつけてました、うん、彼女が、あ、はい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 、それはどうなんですか。え、それいいねって、どこで買ったの。あ、ちょっと昔もらったんだよね。え、もらったんだ。え、誰に。元彼。めっちゃストレート。うん、元カレ。センスあるねその子ね。おお、ところが深い、うんうん、じゃあ俺はブレスレットかなみたいな。なるほどね、素敵、すごい素敵な返し、素晴らしい、100点満点、好感度高い、うん、そうじゃないですか、何の罪もない元カレ、うん、そうだね確かに、うん、確かに。2人も大丈夫。俺は触れないっすって、うん、触れない。あ、可愛くても可愛いと言わないです。あ、そもそもね、積んだな。そもそも言わないかもしれない。なんかでもなんかいつもつけてたものなら触れないですけど、うんうん、なんかその普段あんまりつけてないのになんかいきなりつけてきたらもしかしたら触れるかもしれないけど、うん、わざわざそこ触れないよね。誰からもらったのとか、買ったのと、もし新しくつけてきたら買ったのとは聞くかもしれないけど、もらったんだ、あ、そうなんだ。終わり。やっぱ元彼のってなんかその知っちゃうと、だから僕意識しちゃうんですよ。あ、やっぱそれは嫌なんだ。なんか意識しちゃうじゃないですか。うん、例えばじゃあそれよりもいいものを買ってあげようってなりますね。ああ、対抗したい。もうそんなもんつけないで俺が買ったものつけられたれよっていう気持ちで。素晴らしい。意外と、ね、こちらとしてはありがたいね。もう一つもらったね。確かに。で、じゃあ彼の前ではしないとこみたいな。固めてんだよ。僕そういうタイプなんですよ。分かった上でももうあげて。分かった上でもこれよりセンスいいの俺が買ってあげようと思いますね。ああ、もうこれが塗り替えたい。塗り替えたり上書きしてあるよみたいな。すごいなんか熱く語りましたね。熱いね。これ結構じゃあタイプ分かれるね。同じ使う派だけども、うんうん、そうだね。なるほど。まあ、私実は使う派が少数派なのかなと思ってたんですけど、ここではみんな使う派だったっていうことで、さっぱり、どうなんでしょう。ぜひコメント欄で皆さんはどうかも教えてください。そしてこのテーマ大盛り上がりすることが分かりましたので引き続きこのテーマでお送りする回も今後ありますので、ぜひ皆さんお題をお寄せください。お待ちしています。ということでまた来週元気にお会いしましょう。チャンネル登録と高評価もお願いします。お願いします